ボーマンダがメガ進化ポケモンとしてかなり人気そうですね。さあやはり映った画面にもまたボーマンダがいる、ブルードさんのパーティーがパルシェン、カミツルギ、ボーマンダ、ギルガルド、カビゴン、シャンデラ、対するラテさんのパーティーがメタグロス、ポリゴン2、カプブルル、バンバドロ、シャンデラ、アローラキューコンとなっています。さあだんだんといろんなポケモンが画面に映るようになってきましたが、続いてのウルトラビーストがカミツルギですか。シングルのカミツルギどういう風な動きをするんでしょうか。そして島の守り神として新たにカプブルルがエントリーしましたね。そしてお互いのポケモンにシャンデラが入っている。ラテさんの方はメガ進化可能なメタグロス唯一のメガ枠、ブルードさんの方はと言いますとボーマンダが唯一のメガ枠、鋼ポケモンとしてギルガルドとカミツルギが両方入っています。しかしその毛色は全く違う別のポケモン。カミツルギは非常に素早いアタッカータイプのポケモンです。一体どのような動きをするんでしょうか。ラテさんの方はアローラキューコンが入っているので、やはりアローラキューコンはオーロラベールをしたいのかなという感じがしますね。そこからメタグロスと展開していくというそういう戦術なんでしょうか。そうなるとシャンデラの小さくなるなんかも結構怖いですね。さあお互い選出が終わりました。祈りのポーズと華麗なポーズ、まずは、画面奥側がブルードさん、手前側ラテさん視点でお送りしていきます。祈りのスタイル、こちら華麗なスタイル、ラテさんの初手が初手からシャンデラ、そしてブルードさんもシャンデラ、なんと初手がシャンデラミラーです。このゴーストタイプというタイプがですね、ゴーストタイプ自身に弱いんですね。ということでお互いにゴースト技を打ち合った場合、先手を取った方が勝ち、後手に回った方が死ぬという非常に分かりやすい構図となっています。しかしこのシャンデラ特攻が非常に高く145も種族値があるんですが、小さくなる等の補助技も非常に豊富で出方が読みにくいポケモンの一つです。さあ手前ラテさんがシャンデラ戻してポリゴン2を登場させました。ダウンロードで攻撃がアップお互いにシャンデラ引いていますね。そしてお互いにノーマルタイプを繰り出していくという、なんと展開までポケモンこそ違えど展開までミラーになってしまいました。お互いにゴーストタイプの技が飛んでくることを警戒してでしょうか。ポリゴン2とカビゴンノーマルタイプを繰り出しますが、またしてもポリゴン2を下げて最後の1匹を早くも見せていく。そのポケモンはバンバドロ、これで3体が割れた。ラテさんカビゴン居座ってジワルを打っている。しかしバンバドロには当たらず、この地割れはかなり妥当ですね。ポリゴン2は非常に耐久が高く、カビゴンが攻撃でポリゴン2を崩していくのはかなり難しい。そういうポケモンが出てくるのを見越してその対策として地割れを仕込んでいた。さあ3体が割れました。ラテさん、チャンデラ、バンバドロ、ポリゴン2、すべて地割れがヒットするポケモンです。ブルードさんはここでカビゴンを引っ込める。そしてシャンデラを繰り出します。地面技を打たれていたらかなりダメージを受けしまいますが、ここでバンバドロは毒毒、カビゴンは特性免疫の可能性もあるのでちょっと勇気がいる行動になりますが、この毒毒、カビゴンは呪いなんかも覚えることができるので、ただ単に攻撃でバンバドロがカビゴンを崩していくのは難しいという判断もあるでしょうか。このバンバドロの毒毒もなんかポリゴン2等の硬いポケモンの対策として仕込んでいるように見えますね。シャンデラに毒が入りました。このシャンデラが小さくなる等を積んでいくタイプだとしたら、この毒はかなり致命的です。しかしアタッカータイプのシャンデラであればエナジーボールなどを駆使してバンバドロ一撃で沈める可能性もあります。まずは出方を伺いたいところ。先手を取ったシャンデラ大文字でバンバドロにアタック、しかしダメージは半分ちょっと削れました。さあバンバドロの特性持久力で防御力がアップしていく。返しの自信でもうタスキを持っていたちょっとも関係ないシャンデラが沈められていきます。
さあ地面タイプのバンバドロで炎タイプのシャンデロを沈めることができたラテさん、これは、まあ、展開としては悪くない。しかしここの死に出しでパルシェンですね。こういった物理攻撃主体用のポケモンを起点にして殻を破るを使っていけるパルシェン。殻を破るが成功してしまったら持久力で防御力が1段階上がっているバンバドロでも、まあ、次のターンで倒されてしまいますので、ラテさんとしてはこのワンターン何としても被害を最小限に抑えたいところでしょうか。しかしバンバドロは居座っている。この隙にブルードさんのパルシェンが殻を破る。3体ポリゴン2も後ろには控えてはいますが殻を破るを使ってきました。ここでバンバドロが吠える。ちゃんとパルシェンの起点になりやすいことを自覚していますね、このバンバドロ。ラテさん、毒毒や吠える等の技をしっかりこのバンバドロに仕込むことによって耐久ポケモンが来ても大丈夫、こういうパルシェンのようなタイプのポケモンが来ても大丈夫、非常にバンバドロの強みを生かしています。かなり万能なポケモンです。構わずカビゴンが出てきたところを引っ込めてパルシェンを出していくブルードさん。しかしここに交代際の毒毒が入っていく。さあ見たところラテさんはカビゴンに毒を入れたいという意図が見えるんですが、ブルードさん交代によってその時代は避けることには成功しています。残るポケモンがパルシェンとカビゴン、この2体となったのがブルードさん。ラテさん手前側はバンバドロ、ポリゴン2、そしてシャンデラが残っています。この3体でカビゴンを崩すのはちょっと難しそうに見えますが、このタイミングでバンバドロを引っ込める、そしてシャンデラを繰り出していく。さあこのつららばりに合わせる形の交代か。氷タイプの技を半減で受けていくシャンデラ。このつららばりのダメージを見てブルードさんはこのシャンデラの努力値振りがどういう風になっているかある程度予測はつくでしょうかね。パルシェンの特性スキルリンクによってつららばりのような連続攻撃は必ず最大までヒットするようになります。なので事実上つららばりが威力125のタスキ、あの化けの皮等を貫通する技になっています。非常に強力。さあ先手を取っているのはシャンデラの方。特殊防御の低いパルシェンを大文字一発で沈めました。これで数の上では2対2、あ失礼しました、3対1になりました。さあブルードさん残ったのはこのカビゴン1体のみ。大文字が当たって、しかしもっとこの火傷は痛い。カビゴン自身を使いますがそのダメージはやけどの効果で半減してしまう。シャンデラの HP がわずかに残った。やけどしていなければ倒せていたんですが、最後の1体が状態異常になってしまうのはブルードさんにとってはかなりアンラッキーな展開ですね。毒を入れられるのを避けているということで、おそらくこのカビゴンは免疫ではなく熱い脂肪の特性でしょう。さあ地震でひとまずシャンデラを倒しますが、毒を入れることはできなくても火傷してしまえば御の字といったところか。ラテさんの方はこの死に出しで何を出してくる。残るのはポリゴン2かバンバドロ、そのバンバドロを出してきました。さあここまで削れてしまったカビゴン、先手を取っているのはバンバドロ。素早さの種族値は35と30なんですが、種族値通りバンバドロが上を取っていく。そして残りのカビゴンの HP が全てなくなりました。ということでこの試合勝ったのはラテさんです。おめでとうございます。